変身。はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはるです。今日はこちらですね、仮面ライダーガイムの変身ベルトデラックスゲネシスドライバー&メロンエナジードクシードです。はい、今さらか満載のこのゲネシスドライバーで今日は遊びたいと思うんですけれども、はい、仮面ライダーガイムがね、うん、Hulu とか、Amazon プライムビデオで今年追加されたので、最近見始めたな、パパ。確かに、うん、でうちらね、仮面ライダーガイムって半分しか見てないのよ。そう、で特急ジャーの絡みで春休み合体スペシャルから見始めたから、うん、半分しか見てなくて、 でその前がどうしても気になってて、うん、今回全部見たんだけど、うん、だからハマっちゃってさなんで買ってみました、はい、じゃあ早速開けていきましょう、うん、おーおーおー、あ、もう開いてる。シャー、うわ、ビルドのメタリックだ。おー、エナジーロックシード、はいはい、はい、ということでこちらがゲネシスドライバーですね、うん、すごい劇中通り、うん、かっこいい。ちゃんとメタリックになってるね。そう、メタリックだしね、うん、ここにこう液体がちょこちょこちょこって入ってくる。おー、で今気づいたんだけど、これさ、ストローなんだね。あ、え、ストロー、あ、ほんとだこっから飲むようになってる。そう、飲むみたいなイメージ。ここもある。そうそう、これ飲むみたいなイメージだったんだ。そうだったんだ。まあそうだよね、そうだだからね、うん、はい、そしてこちらがメロンエナジーロックシードですね、うん、いいね。すごい。うちさ、エナジーロックシードって持ってなかったよね。一個持ってなかった。そうだよね、だから初めてのエナジーロックシード、うん、かっこいいじゃん。ここにラメ入ってるよ。じゃあこれデテンシート取りましょう。はい、で、で下に電源があるので、はい、じゃあロック外してください。はい、いいねいい感じだわ、うん、よし、じゃあセットしてみようか、うん、じゃあゲネシスドライバーの電源オンにしてください。はい、ゲネシスドライバー、はい、で絞って、いいね。いいけど、ここめっちゃうるさい。うん。うぐり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 して。ゼンマイなんだね、ここね。そうだね。なるほど。ここちゃんと開いたね。開いたね。パカってね、うん。じゃあ必殺技いってみましょう。はい。じゃあ2回絞って。はい。それだけかなるほどね、うん、まあ機能的にはこれだけですね。そうだね、うん、いい感じ、うん、でもすごいかっこいい。おー、でロック外すときは一旦この蓋を閉めてロック外すよね、うん、ロックオフといったね、うん、なるほど。ここのユニット、うん、このユニットを取り外して、この上のボタンを押してか、うん、取り外して戦国ドライバーにセットすることもできるんだけど、うん、うち戦国ドライバー持ってるんだけどさ、ああ、今はちょっと片付けで、うん、かなり奥深くに眠ってるので、確かに、またそれは出してから遊ぼうか、うんうん、動画にするかちょっと分かんないけどね、うん、はい、変身。この段ボールの塗装パパやりました、はい、頑張って1日かけてやったよ、うん、メロンっぽくなってるから。確かに。ちなみに後ろも回ってみてもらっていい？ほら、こんな感じ。一応それっぽくしてあるから。確かに。兜の後ろもメロンっぽくしてあります。あ、頑張ったでしょ、うん、なんかなかなかこれはもったいないから捨てらんないな、うん、これにね、ソニックアローがあれば完璧だったね。確かにね、うん、そしたらパパと対決シーンとか撮れたかもしれないけどね、うんうん、はい、ということで今回は仮面ライダーガイムの変身ベルトデラックスゲネシスドライバー&メロエナジーロックシードで
でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それとチャンネル登録もよろしくね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。